リゴンについて、はい、最近はコインベースのレイヤー2の話や、オスプレイファンド投資信託発表、アクティブアドレスの数がイーサリアムを超えて強力なファンがついておりますと、はい、価格には反映されておりません。なるほど、なるほど、はい、やはり 何ヶ月か遅れになるのでしょうか。ちなみにイーサのレイヤー2としての役割に対してイーサリアム側からは何か決まった報酬や契約的なものあるのですか。あー、イーサリアムのですね、レイヤー2のプロジェクトはイーサリアムはね出資してたりしますよ。なんで当然その関係会社というかですね、関係しているのは認識してます。で、そのレイヤー2だから絶対に出資してる、出資受けられるってわけでもなくて、ちゃんとそこはチェックは入ってるという形になります。で、ファンダがいっぱいあるのにポリゴンの価格上がらないじゃんっていうのは僕同じ気持ちです。同じ気持ちですけども、そのまあやっぱりね、その上がるよなって思ってたのはいつかちゃんと価格に反映されますので、時間差があるっていう見方は大事ですね。で、時間差はあるんだけども、時間差ありすぎてもダメで、そうですね、体感ですけども半年かかって反応しないファンダはもうファンダとして認められてないですね。で、2ヶ月ぐらい後に2ヶ月前のニュースがファンダになって上がるってことは結構ありますので、そこまではもう普通、もう許容範囲だというふうに思っていただいていいんじゃないかなと思います。